モータースポーツの最高峰は F1、 格闘技は K1、 最近なんとか1グランプリと名の付くイベントが増えています。中でも知名度や影響力で群を抜くのが B 級ご当地グルメの祭典 B1 グランプリです。去年10月、福岡県北九州市で開かれた第7回大会には全国から63団体が参加し、主催者発表でおよそ61万人が集まりました。訪れた人たちは各地の独創的な料理を次々と味わい、美味しいと思ったものの投票箱に箸を入れて投票します。採点は料理だけでなくおもてなしも対象。各団体は必死のアピールで客を楽しませます。皆さん、学校給食発祥の角田でございます。三重県津市から出場した津餃子協会は、学校給食が発祥の大きな津餃子にちなみ、スタッフは小学生姿、食べた人には校長先生が卒業証書を渡す凝った仕掛けです。優勝団体の地元にもたらす経済効果は数十億円に上るという B1、 今や町おこしの代表格といえます。ナンバープレートなんかはですね、もう全国各地のプレートを拝見するようになりましたし、この焼きそばを始めたことによってですね、もう天候とかそういう季節に関係なくですね、全国からお越しくださるようになっています。これは非常に、そういう面では大きいと思います。本当にこの地域をですね、全国に発信してくれる非常に大きな舞台だと思っています。ただまあそのゴールを取って終わりではないので、そうした名前にですね、恥じないような街づくりをですね、これからしていかないといけない中で非常にプレッシャーも感じています。まずね、一番違うのは地元住民の意識が違い、なんぼ街の中で街づくりを叫んでも誰も言うこと聞いてくれません。話にも乗ってくれません。しかしどっかで評価されるとやっと話を聞いてくれる。おかげで僕たちが言う町おこし、町づくり、郷土愛っていうのがやっと皆さんに通じました。2006年の第1回では来場者が2万人に満たなかったイベントが、今や60万人を超える大イベント。主催者は成功の秘訣について次のように語ります。ある程度その長期で明確なビジョンをね、持って、その持続的に活動っていうのがまず前提にないと、その本当にただ単に単発のイベントで終わってしまうんだと思います。で、町おこしとかね、地域振興とか、そういった大きなその目的っていう部分に関しては全然ブレてないわけですので、まあ、そこが一番肝心なところでしょうね。食べる人、作る人、そして地元を幸せにする B1 グランプリ第8回は今年11月愛知県豊川市で開かれます。で、豊川の町はですね、北九州のような大きな町ではないんですけれども、豊川市のらしさ、元気でですね、笑顔で、たくさんの人を、おもてなしの心で受け入れたいと思っております。